史上最高の自分へと導く。あなたの人生を変えるターニングポイント。ドクター H by ミコステラは本当に効果があるのか、本当にコンプレックスを解消することができるのか、このターニングポイントを通してその効果をぜひご体感ください。コンプレックス僕を持ってるもん。いっぱい三浦会長から見た時のビジネスの穴を教えてもらったと言ってプレゼンしたら、穴がなさすぎる、すごすぎる、全国に夢ありますよ、300店舗作りたいですよ。谷本家。はい、谷本家取り組むチャンネル、谷本です。お願いします。谷本社長です。よろしくお願いします。今日は、はい、なんと、はい、ターニングポイントについて語る会。ターニングポイントとは人生における、その日をきっかけに変わるってことです。で、なんとすでに応募が結構来てます。おお。やっぱり世の中コンプレックス僕も持ってるもん、いっぱい。ただもっと綺麗になりたいなとか、もっとリフトアップしたいなとか。エリカさんもあるでしょ。あります、あります。薄毛が気になる最近。これ見てください。これ美容師さんがうまいこと切ってくれてるんです。ここでも産後ですごい髪の毛が抜けて生えてくるかなと思ったら、あんまり生えてこないから。応募ください。僕がこのレベルなら1ヶ月半で、はい、何これって言わす自信しかないです。いや結構なんか応募来てるから、なんか私そんな入ったら、でもなんか結局応募いっぱい来ても、簡単に言えば髪の毛に悩んでいらっしゃる部門、顔に関して悩んでいらっしゃる部門、体型に関して迷っていらっしゃる部門という形で、それぞれの分野で何も応募があった場合ですよ、部門の方々で選考させていただいた方で、例えばエリカ社長が髪の毛の部門で来ましたと、はい、他の男性の方も来ました、女性の方も来ましたっていう中で、はい、審査員と呼ばれる方がたくさんいてるんですよ、うんうん、その方々から、じゃあなぜそれをコンプレックスと思ってるんですかとか、はい、生活習慣を教えてくださいとか、うんうん、これはドクターとかも言ってもらったりとか、ね、すごいですね。あと美容師さんでも、はい、コンテストがあって、なんと世界一っていうのを取られてる方に来ていただいたりとか。へえ。他にも、はい、言いたいけど言えへんな、もう超 YouTube で有名なチャンネル登録者数で言ったら400万人を超えてる、絶対国内トップ YouTuber の30位以内にいらっしゃる方、絶対知ってる人も審査に来てもらったりとか。審査されいる人すごいやん。だからこの動画はバズっちゃうんですよ、はい、僕たちの実力のじゃなくて、審査員の方がそもそもファンを持っていらっしゃる方ばっかり集めたから。うわー、めちゃめちゃ豪華ですね。そこで志願者が来るんやったら、はい、選ばれたら無料で3ヶ月間の間、北新地に作ったばっかりのドクター H で接種届けもらう、はい、そんなんめちゃめちゃいいじゃないですか。だって応募したらその人たちにも会えるわけやし、そう、コンプレックスも解消されるかもしれないってことですよね。めっちゃいいやん。まだ言ってないマルリゲストもう山ほどいてて、なんでそんなん繋がってんの、すごいな。あ、僕ね、すごいんすよ。谷本家。それだけそういう人たちが賛同してくれるってことはやっぱりいいことをやってるからですよね。本業は介護もやってるし、うん、この企画内容自体も誹謗を中傷するんじゃないんです。そのコンプレックスを直すために、もしかしたら審査員の方は多少動画上はひどく聞こえるような形で言うかもしれないけど、はい、うん、それはその方の内面を変えてあげたいという思いなんです。だからこそ異常かもしれないけど、例えばこう生活習慣、はい、酒もタバコもお風呂も入れへんような方が例えばお酒悩んでるとしても、うん、それって悩みというより自分の責任が大きくない、うん、でそういう風なシーンはあると思います。4月の X デーに本編を撮る予定なので、全然まだどうなるかも分かんないですよ、うん、楽しみです ね。そんなインフルエンサーの方こそって全員来なかったらどうしようかなと応募されてる方はもうその日ドタキャンとで会場に僕一人ですいませんでしたっていう動画になるかもしれない分からないですよね、まだ撮ってないから。谷本家。ドクター H って何なの。今回の僕が人生をかけて考えたビジネスプランの店舗名称です。正確名はドクター H by ミコステラっていう名前でオープンするんですよ。僕は直営店を出します。北新地にも契約して、もう3月この動画が上がってる頃にはプレオープンして、4月からグランドオープンする予定で、もう改装も終わってて。この内容は具体的にどういうところをこう改善してくれるんですか。
先ほど申し上げている通り、うん、薄毛とか脱毛とか、うん、そういった髪に関する悩みっていうのを解決するプログラムと、うん、肌ですよね、はい、だからモテ肌を目指したい、まあ、リフトアップとかシミとかソワカスとかシワとかそういうのをケアしたいとか、うん、まあ、女性とかやったらもっと美白されたいとかっていうのを改善するプログラム、うん、あとは体全体ボディの部分でいくと、はい、例えばバストアップしたいなっていう方もいらっしゃったりとか、はい、例えばお腹周りの肉とか、はい、この辺の肉取れにくいじゃないですか、うんうん、この肉を送信したいよっていうようなプログラム、はいはい、大きく分けたこの3つのプログラムっていうのをやってるんですよ。これ一応業態上はエステ店としてやってるんですけど、実はこれで使う溶剤がすごいんですよ。浸透技術の特許を持っていらっしゃる某国立大学、はい、某有名大学、まあ、いろんな大学がチームを組んで特許申請されてて、はい、この特許の構造を作られたある A というドクターがいらっしゃるんですね、はい、そのドクターが持っている浸透技術を搭載してなおかつ薄毛に効果的な、うん、今までのアプローチ方法とは全く違う再生医療領域のものを使ってもらった薬剤っていうのをドクターにお願いして、うちだけに扱わさせてください。じゃあ薬剤を入れるんですか。まあ、塗るのと同時にミコステラっていう、はい、機械を使用するんですけど、はい、この機械もともとはドイツの方で病院、うん、医療機関ですね、うん、糖尿病の患者用に、糖尿病の患者ってあなたの介護で詳しいと思うんですけど、はい、血管がどんどん脆くなるじゃないですか、うん、最終的には注射で打つことによって血管が破損するリスクとかも生じてきたりとか、うん、また血管自体が浮かび上がりにくいから、はい、結構大変で、まあ、ナースからも聞くじゃないですか、はい、そのためにじゃあ針を使わずに血管の中に栄養を入れれないのかっていうふうに開発かけられて、空気圧1620キロの瞬間風速がポッポッポッ出るんですよ。そうなんですか、機械から。あと機械のヘッドの部分から注射器みたいなものでそれを取り組んで入れるんですけど、はいはい、注射器みたいなものに入っている溶剤が出てくると同時にこれをナノ化させるんですよ。例えば、まあ、肌に入れますよとなったらこの毛穴とか、はい、斜め45度で出ていくんですけど、はい、そこから皮下組織1ミリとか2ミリとか3ミリとか4ミリ深さを変えていけるんですけど、それで入れていくみたいな。この機械ミコセラっていうのがもともと医療機関で作られたものを我々が抑えて、これを世界中で売れる権利っていうのを独占してるんですね。これね、医療機械のまま持ってきちゃうとですね、触るのが医療従事者、看護師さんとかドクターとかじゃないと触れなくなったら、結局アンチエイジングクリニックって高いですよ、値段が。そうなるとなかなか入らないので、まあ、そこで、まあ、美容機器登録に変えれるようにお願いして、はいはい、でその美容機器に使用で通るように変えてもらったものを、はい、大量生産させていただいたものを持ち込んできて、で機械の名称をミコステラというふうに名前を変えて、で日本では美容機器として登録している。おだから施術する方はエステティシャンとか鍼灸師とか、うん、まあ、極端な話無資格者でも全然できるんですよ。でそれを我々が講習をしてあげて、うん、すぐ現場に立てれるぐらい、はい、そんなに操作難しくないんですよ。だから再現性が高い。代理会社長が自分で自分にやろうが同じ効果が出るんですよ。だから誰がやっても同じ効果っていうのもすごい。経営者から見たらそのいろんな主義のムラがあるとスタッフ育成が難しいじゃないですか。あなたうちの動画見てないですね。これについても、うん、もう先日2月の末に上げさせてもらった、はい、僕がこのミコステラのプレゼンを三浦会長にさせていただいて、はいはいはい、三浦会長から見た時のビジネスの穴を教えてくださいって言ってプレゼンしたら、穴がなさすぎる、すごすぎるって言って、結末は言わないんですけど、気になる方は谷本家のちょっと前にかかっている谷本ですがプレゼンしてみたみたいな回答になったと思うんですけども、その動画を見てください。それ見てもらったら、わっ早くドクター H 行かなってなります。マジでなりました、ね、谷本家、僕は本当にこのビジネスをもう日本中に広めたい。でも正直僕の時間とか僕が持ってるお金だけで全国に夢を見ますよ。300店舗作りたいんですよ。ああそれはなかなか遠い道のりじゃないですか。300店舗あればせめて県またげば行けるわっていう場所に全国の方使ってもらえるかなと、うん、そのためには直営だけじゃなくてフランチャイズ加盟店も集めて全国に広げる必要があるなっていうので、うん、今年中にはフランチャイズ加盟店募集っていうのをやっていこうと思ってるんですよ。でうちが本部でフランチャイズのオーナーさんを集めていって、はい、オーナーさんの面接とかさせていただいて、うん、具体的に名乗ってもいいよと思える方に関してはお願いしていって、うん、はい、一気にもう面で攻める、はい、僕たちの店舗でやることによって髪が元気になって立ち上がりが元気になってことによって、まあ、もちろんお金は発生しちゃうんですよ、はい、でもそれ以上に心
心であったりとか、うん、自分のモチベーションが上がって、うん、自分の仕事への生産性が高くなったとして、うん、この施術以上の給料がアップしたらプラマイプラスやん。みんなをのコンプレックスをなくしていって、うん、日本の生産性を上げていってみんなが高所得を取っていける風にやるためには、最低限そのコンプレックスを直していきたいなと思ったんですよ。このビジネスを構想してあなたに言ってなかったんですけど、本当に2年ぐらいずっともう頭の中で設計し直して完璧になったから自信を持っています。いやー本当楽しみ、将来が明るくなりました。谷本家、まあ、ちなみにこの後サプライズでエリカ社長をドクター H ミコステラの北新地店に連れて行こうと思います。マジですか、はい、嬉しい。っていうかあの髪の毛だけじゃなくてその塗るだけで痩せるってやつめっちゃ気になるんですけど。でも全然あの痩せてるよ。目泳いでる、目泳いでる。今からじゃあ行ってきます。というわけで今回の谷本家ではミコステラドクター H の僕の思ってることはお話ししましたけど、はい、谷本家ではなんと TikTok も頑張ってます。ほとんどがね、エリカ社長がモノモス系結構忘れてますよね。そうなんです、ありがとうございます。あのコメントもたくさんいただいてあの全部見させてもらってますので皆さんまたぜひ見てください。 TikTok のフォローもよろしくお願いします。では次回の動画までバイバイ。